光や水温といった海の環境は朝から晩、また季節ごと場所ごとに変化し続けています。そこにはプランクトンの豊かな生物多様性が見られます。常に変化する環境でプランクトンが生き残る鍵となるのが柔軟性です。いろいろな海を観測するとプランクトンの生物多様性を知ることができます。海域が異なれば水温や日射量、そして栄養塩と呼ばれる海水に溶けている栄養素の量や季節ごとの変化も異なります。ジャムステックが行っている観測により、環境条件や季節変化の異なるいろいろな海域でプランクトンの生物多様性を調べることができます。このような観測結果は、生物種が環境条件の変化にそれぞれどのように反応するかを理解するのに役立ちます。どのような種がどのような環境でより活発に生きられるかを知るため、私たちはサイズや形といった特徴について考えます。これらの特徴を生態学では形質と呼びます。形質について犬を例に考えてみましょう。一口に犬といっても、サイズや毛の長さ、色などそれぞれ非常に異なる特徴を持っています。このように犬には様々な形質がありますが、生物種としての種類は同じです。また犬は皆毛があるという形質を持っていますが、毛の長さや多さといった形質値は異なります。形質値は同じ個体でも変化することがあります。ライチョウやモミジのように季節によって変化するものもあれば、カエルや蝶のように一生のうちに変化するものもあります。このような変化はプランクトンにも見られます。例えばプランクトンの仲間のクラゲは、小さい時は海流に漂っていますが、やがて海底にくっついて植物のような形になり、さらに成長するとまた形を変えて自分で泳げるようになります。これがクラゲの柔軟性です。私たちはこの柔軟性に注目し研究を行っています。プランクトンにも様々な形質があります。中でも光合成に必要なクロロフィルは、特に植物プランクトンにとって重要な形質の一つです。クロロフィルの量は種によって異なります。また同じ種でも環境条件によって細胞あたりのクロロフィル量は異なります。植物プランクトンは環境条件によって一番効率よく成長できるように自分の体を調節することができるのです。私たちはジャムステックの観測結果に基づき、プランクトンの柔軟性の理解に向けた研究を行っています。実際の海ではプランクトンのサイズやクロロフィルの量は海域によって異なります。海の表面近くを見てみると、亜寒帯では水温が低く光が少ないので、植物プランクトンはクロロフィルをたくさん作って光を吸収しなければなりません。同時に栄養塩が豊富なため、クロロフィルをたくさん作ることができ、サイズは大きくなります。一方亜熱帯は水温、光ともにプランクトンの成長にとっては良い環境ですが、栄養塩には恵まれていません。しかし光が強いため、クロロフィルの量が少なくても光を十分吸収することができます。このため比較的サイズが小さく、細胞あたりのクロロフィル量の少ないものが多いのです。これは衛星観測データをマッピングしたものです。北と南では北の海域の方がクロロフィル濃度が高いことがわかります。また季節別に見てみると、春はクロロフィル濃度が一番高く、夏になると減少し、秋にまた少し増えることがわかります。そして冬になるとまたクロロフィル濃度が減少します。
このようにクロロフィル量は季節や環境条件によって柔軟に変化するのです。私たちは科学技術振興機構 JST によるプレスト研究の支援のもと、プランクトンの柔軟性を方程式で表し、海洋生態系のシミュレーションを行っています。プランクトンは魚を含めた海洋生態系の維持にどう貢献しているか、このような問いに答えられるようプランクトン生態系の理解に向け、私たちは研究に取り組んでいます。